さあ、ね、11時になりましたので、トンネルジャンプストリート、この会場のね、ビアンドコーヒーの月さん、よろしくお願いします。はい、ね、月さんは今年初めて、ね、このトンダジャズスポ下町ジャズストリートの、ね、会場になりましたの で僕たちがその記念すべき第1号の、はい、第1号と、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、桜小橋ブラザーズでございます。はい、そんな感じでちょっとね、羽織っておりますが、じゃあどうしていきますか。新兵器が出ましたね、これね。ステペウルフのね、1968年ですね。はい、ね、映画のね、イージーライダーの中に出てきます。そんな感じでね、英語日本語を取り混ぜてグニャグニャという感じでやっていきます。はい、こんな感じで
毎週水曜日弾いてるんだこれね。毎週水曜日これ。あ、毎週東京でね。東京でやってますね。山下達郎セッションね。はい。はい。はい、これでね、次回に対までやってたらどうしようかなそういう可能性もね、ちょっとあるんで、はい、そんな感じでね。さあ、それじゃあ次、ちょっとハープ用意してや。こっち、はい、ちょっとね、これからの季節にはね、ちょっといい感じの曲をまだね、ちょっと外明るいんですけども、ちょっとね、ね、先ほどの曲はね、山下達郎さんのスパークルっていうやつですね、曲ですね。はい。達郎さんのレコードがね、まだ再販で、僕は全部予約してますけども、はい。レコードプレイヤーっていうのかな。こんな感じでいいですかね、ポンちゃん。
こんなにときめいてる夜空と街明かり輝いていくつになる青い石に打つが目印はぐれそうになっても抱きしめて両手でこの場所で待ってる脱いじゃう？
もうね、今年はいっぱいあのなんかハープにメガネにね、はい、ギターに、あの今日ギターワイヤレスなんで、そのうちあのそっちお邪魔しに行くかもわかりませんね。あの店の外で出てった人誰か連れて帰ってきてください、ね。ちょっとどこか出ていく、帰ってけへん、通る帰ってけへんと思って、はい、ちょっとね、生着替えタイムですけども、今日ね、来ていただいて、あの今日はその立ち飲み屋の木村屋さんのね、マスター来ていただいてありがとうございます。ちょっといつもね、あの木村屋さんのオープン前のちょっとカウンターの中で僕らちょっといつも練習させてもらってるんですけどね、昨日もちょっとね、2時間ほど、はい、練習させていただきました。いつもすみません、ありがとうございます。ちょっと、入ってなかった入ってなかった入ってなかった、まあいいや、まあいいな。はい、お酒飲みすぎましてね、はい、あ、先月あの吐血して入院したんでちょっと医者から酒を止められてちょっと今ね、いい T シャツありますよこれね、酒を与えない与えない、はい、酒を与えないです。いや一応あの休肝日作って飲んでるの、まあ昨日だいぶ飲んでましたけどね秘密で、まあ今日は内緒ということで、はい、ああいい感じや、 T シャツ酒を与えないで、よいしょ、酒を、はい、酒を飲めるかもしれない、酒をくれかもしれない、酒をくれ、酒をくれ、今日ちょっと青いタオル持ってきたんでね、こちらね、お今よくりしとんねんみたいな、そんな感じで、そうそう、次はね、これ、ね、見えてるんですよね、紙がだんだんでかんで、昔はね、A4の紙でよかったんですけどね、でもね、その年になるとね、手が見えへんのでちょっともうね、サイズが大きい。さて、こんな感じでね、タオルの工業か、古い歌謡曲といいますか、70年代のちょっと、あ、これ知ってるっていうやつちょっと2曲ほどやります。作詞がね、安井和美さんの作詞の曲がちょっと僕好きで、ちょっとまあやってみようかなみたいな感じでね、去年からちょっとやってきました。そんな感じで、よろしく哀愁、もっと素直に僕の愛を信じてほしい、一緒に住みたいよ、できるものならば、誰か君にやきもち、そして疑うなんて、君だけに本当の心見せてきた、ない時間が愛育ってるのさ、目をつぶれば君がいる、友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気、よろしく哀愁、君が泣くと人が見てるんじゃない、二人のアパートがあればいいのに、お互いの優しさをもっと出し合えるのさ、疲れた日の僕をそっと眠らせて、会えない時間が恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気、よろしく哀愁、
さんが愛育てるのさ。目をつぶれば君がいる。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気。よろしく哀愁。よろしくお願いしますね。作詞が安井和美さんです。作曲が堤恭平さんですね。はい、これは1974年って私何歳って今みんな計算してあるでしょ。僕は11歳でした。はい、ね、さあ続きましてもね、同じく安井和美さんの作詞のあの人のあの歌ですけど、なかなかねギターにこうね、父ちゃんありがとう、いっぱいつけてるけどね。いっぱいやな、ペダルもいっぱいやな。昨日ね、2年ぶりぐらいに弦張り替えたんで、ギター弾く人分かると思うんですけど、エリクサーっていうあのコーティング弦が出てからもう全然、はい、弾かなくて、弦変えなくて僕も汗かいてますけど。危険な2人になっていたんですね。これね、1973年ですね。はい、
私の歳60歳でした、はい、ね、ガラケーですね。さあ、日本語が続きます。父ちゃん、いいですか、いいですか、いいですか、はい、まあ、僕も汗かけるんです。ちょっと父ちゃんにも汗かいてるから、こんな感じで、南吉高さんのね、スローな声にしてるんですね。これ松本隆さんの詩で、曲が南吉高さんですね。はい、映画見ました、皆さん、これ、はい、まあ、アマゾンプライムでやってるかな。浅野敦子さんが可愛かったですよね、当時ね、はい、セッティングがそんな感じでね、柳沢さんね、ちょっと今もうずっと東京にいてるんで、なかなか2人でこうやってね、ライブをすることっていうのが、タイミングが少なくなっておりまして、はい、ね、10分前だったら1曲
おう、巻きでいこうか。巻き、うん、いや、あ、そのままそれいこう、うん、OK。頑張れ、忘れないですね。ロイ・オービソンの編曲でございます。はい、プリティ・ウーマンでした。さあ、はい、これもね、1967年のオリジナルね、フランキー・バリー&フォー・シックスの曲です。 Can't take my eyes off of you。Touch. Oh, I wanna hold you so much. I long to love the light. I think I got a light. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be the one to feel. It's empty now that you're here.But if you feel like a fear, I think I got a lie. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. La 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 la
Can't take my eyes off of you. You feel like heaven's a touch. Oh, I wanna hold you so much. I long your love and light. I think I got it right. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.残り20曲やりますかじゃあ。5分前です。はい。5分前ですね。ごめんなさい。5分もつかな。ちょっと早かったりして。アンコールですね。アンコールがね用意しておりませんので。Come on, y'all.
see. Get your kids on Route 66. Get your kids.さんありがとうございました。アルート66セイイン。ありがとうございました。さくらこがしプロデュースでございました。それでは皆様、またの機会にお会いしましょう。グラッツェミーレ、グラッツェミーレ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。時間もバッチリ。すごい。はい。すごい。プロやっぱプロ。プロ。お疲れ様です。ありがとうございました。